皆様明けましておめでとうございます。新世代歌い手グループイレイスリーダーのナイコです。昨年はたくさんのしょうもないアニメをご視聴いただき誠にありがとうございました。私内藤ナイコ、今後ともせっせとしょうもないアニメを量産してまいりますので、今年も何卒よろしくお願いいたします。 Welcome to the ナイコカー。 Yeah! レイオラ明けましておめでとう。何言ってんの、ちゃんとして。今日は大事な内向アニメテコ入れの日だよ。テコ入れ。そう、実は内向アニメ作ってるスタッフの人から電話かかってきて。はい、もしもし、リエラです。助けてください。どうしたんですか。実はイレイスの内向っていうやつに1年間頭がおかしくなりそうなしょうもないアニメを作らされ続けていて、僕頭がおかしくなりそうなんです。内向なんてことを。わかりました。実は僕も内向ってやつに1年間頭がおかしくなりそうなしょうもないアニメのアフレコを強いられてたんです。もう許しません。あいつは俺が確実に始末します。井浦さん、あとはよろしくお願いします。みたいな。なるほど。ってことで今日は内向アニメを大幅にテコ入れするために連れてきた人がいるんだ。え、誰こいつらはボイシングイケボ三重士を連れてきたよ。ボイシングイケボ三重士、犬系男子の最強イケボ、スタポロのクニくん。クニです、よろしくね。うわ、内向アニメにあるまじき正統派王子様アイドル。実は元プロ声優シクフォリのランくん。ランです。この一撃に全てをかける。こいつはなんかずれてんな。そして内向、お前のアニメを破壊しに来た天才ピヨピヨ最年少リュラだ。うーん、このナイコくん。わー、クニオー、ワンコみたいで可愛いな。よし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 、ナイコアニメに出演できて嬉しい。俺ずっとアニメ声優やりたかったんだよね。え、そうなの。そういえばクニオー声優案件とかやってたもんね。よし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 。ねえナイコくん、慣れすぎ。あげる。ナイコさん、お邪魔します。ランランはなんでそんなところにいるの。こっちおいでよ。いや、俺ここが落ち着くんでここでいいです。お前シクフォニでどんな扱い受けてんだ。ここがいいです。わかったよ、邪魔しないから。ってことで今日のアニメの台本はリュラが書くから、ナイくん邪魔しないでね。リュウラが書いてくれんの。嬉しい。それじゃあいくよ、よーいアクション。俺の名前は内藤内子。いや、内藤内子じゃねえだろ、それ俺。どこにでもいるごく普通の、いや普通っていうほど普通の生活も送れてないか。あれ、普通ってなんだっけ。俺の人生どんな感じだったの。自己肯定感低っ。どうしたらあんの、カウンセリングしようか。いや、そもそも俺なんか虫みたいなもん。いや俺に失礼でしょそれは。何言ってんのマジで。ちょっと内くん早く起きて。あ、リュウラうるさいな。もう起きてるよ。え、珍しい、内くんがリュウラより早く起きてるなんて。俺だってもう20なんだから当たり前だろ。ほーら、それ言っちゃダメなやつ。え、照れてんの。可愛いなお前。お前のが可愛いだろ。やめろよリュウラ。ちょい、何その雰囲気。マジでやめろよ。やめろ、止めろこのアニメ。冗談だよ、ほら早く行ってきなよ。あぶねー。言われなくても行ってくるよ。行ってきます。じゃあ気をつけて行ってらっしゃい。またこうして俺は学校へ向かった。どこ行くねー。カットやれるかこんなん。ここから面白いとこなのに。そうですよ、僕が黒の剣士になるところからが本番だったのに。黒の剣士になるのがまずいんだろうが、いろんな意味で。俺出番なかったな。ほら、クニ君が悲しんじゃったじゃん。もう。え、あ、それはごめんじゃん。ごめん。じゃあもう一回別の台本でやるから。行くよみんな。よーい、アクション。もう？僕の名前は内藤内子。だからお前内子じゃねえだろ。なんで俺の役まで変わってんださっきから。どこにでもいる犬。内君焼きそばパン買ってきて。だからやれるか。今度は何？いや、キャラ設定どうなってんの？俺こんな変態だっけ？ナイ君は変態だよ。ナイコさんは変態ですよ。うわ、満場一致。俺って変態なんだ。ってことで、脚本のナイコはクビで、次回のナイコアニメはギャグ禁止。リュウラが考えた最強のアニメにしまーす。それって俺も出ていいやつだわん。俺も絶対出演してみせる。お前らはキャラ大丈夫か？それで行くんか？もちろん、後のことはリュウラにお任せ。それじゃあまた次回。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。どうもナイコです。新世代やってます。前回までのあらすじ。俺の可愛い弟リュウラと遊んでいたら、ナイコアニメの逆シーンと脚本全て取り上げられました。ってことで今日はリュウラが考えた最強のナイコアニメを CV ナイコと愉快な仲間たちでお送りします。どうぞ。はい、ってことでナイ君、これ今日の台本ね。いや、そっからやるんか。これアニメでやんなくていいとこでしょ。まあ今日はリュウラが考えた最強のアニメを一緒に作るんだから、文句言わないでやってよね。はいはい、まあなんか変だけど、可愛い弟が考えた台本だし付き合ってやるか。じゃあ内向アニメの台本295ページ開いて。いや、台本295ページも書いてんのか、すごいな。今日やってくアニメはドキッ、ふんどしだらけのサイコロ学園第1話、転校生を私の推しです。じゃあ早速読んでくよ。読んでくって何？どういうこと？ここは私立サイコロ学園、
県内屈指の成績を誇る全寮制のマンモス高校。いやお前どっから出てきた。何言ってんの、最初からいたじゃん。最初からいたの、カメラアングル的に気づかなかったわ。あのそれって僕が影薄いってことですか。ああいやそういう役じゃなくって、あのカメラアングルが。ランくんはナレーション役だから影薄くていいんだよ。はい次読んで次、うん、はい、かわいそう。あで次俺か。俺の名前は内藤内子。どこにでもいるごく普通の男子高校生だ。今日はうちのクラスに転校生が来るらしい。男の子かな、女の子かな、すっごいワクワクするな。あれあのアニメはずっとこたつに座ってる俺らしか映ってないんだけど。いやアニメの前に収録でしょ、俺らの声がないと作画進むわけないじゃん。あーその辺もリアルな感じなんだ。マジで脚本書くところからアニメ化まで全部やるつもりなんだ。生えねえぞこの回。いいから先読んで、収録早く終わらせてポテト食べたい。あはい、うん。みんなおはよう。教室に入るとナイコはクラスメイトに挨拶をした。今日転校生が来るらしいね、どんな子かな。浮き足立っているナイコの足取りは軽く、声もいつもよりやや高い。転校生というイベントに喜びを隠せないのだ。まあどんな子でも仲良くなれるといいな。そう言いながら笑う内子の表情は太陽のように輝き、教室に取り付けられている電灯は不要かのように思われた。いやナレーションうるさいな。何ですか、僕ちゃんと台本通り読んでるだけですよ。いやそうなんよ、そうなの、ランランは悪くないの、台本がちょっとあれなのよ。内君、リューラの台本がダメだって言いたいわけ。いやダメっていうか、ちょっとナレーションの主張が強いっていうか。どちらの、はっきり言ってよ。ダメだね、主人公よりうるさいもんナレーター。国語の教科書みたいな字の文いらんから。しょうがないな。じゃあこれ以降ナレーション全部カットで。え、じゃあ俺の出番はないよ。え、マジっすか。あ、マジか。そりゃショックだよな、急に仕事なくなったんだもん。ちょっとナイコさんセリフ何個か僕にくださいよ。やだよ、なんで一人のセリフ二人で読むの、変なアニメだよそれ。ただでさえ台本編なのに。そこをなんとか。まあこのアニメリュウラが作ってるから、リュウラに聞いてみたら。リュウラくんどうですか。いいよ。いいんだ、どうなっても知らんで。はい、じゃあ次次どんどん収録しないと終わんないよ。はいはい。まあ新入生がどんな子でも仲良くなれるといいな。ガラ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 。はじめまして、転校生のリュウラです。職業はイケボです。よろしくお願いします。ドバーン。え、もしかして転校生って今をときめく新世代歌い手グループイレイスのリュウラくん。ドキ。俺の席はそこか。隣のお前これからよろしくな。キューン。わわわ、よろしくお願いします。汗汗汗。そんなリュウラくんって俺の推しじゃん。推しと隣の席なんて心臓バクバク鎌倉幕府だよ。ドンガラガシャー。いやちょっと待てい。今度は何。いやいろいろあんのよ、本当にいろいろ。あーこれ大変だわ。まずね SE なんで全部人の声なわけ。予算ないから友達のクニくんに頼んでんの。悪い。 SE 役のクニです、よろしくお願いします。お前どっから湧いて出たの。何言ってんの、最初からいたじゃん。あ最初からいたの、カメラアングル的に気づかなかったわ。でこれさっきもやったな。内子くん、隣に座ってる人のことくらいちゃんと見た方がいいよ。それはマジでそう、マジでそうなんだけど、カメラアングル的にわからんのよ。アニメならではのトリックかましてくんのやめてや。そんでラン、やっぱ俺らダブル主人公はやめよ。え、なんでですか。せっかくわかりやすいように心の声だけ俺が読んでるのに。あそういう分け方してたんだ。でも分かりにくいから、さっきから画面に映ってんのこたつ囲んでる俺らの姿だけなんよ。アニメで何が起きてんのかもう全然頭入ってこねえんだわ。だって仕方ないじゃん、ナイ君がラン君の仕事取ったんだから、ラン君からナレーション取ったらもう何も残んないよ。そこまで言わんでもええやん。あーほらすごい悲しい顔してるよランラン、心ここにあらずって感じ。かわいそうやわほんま。もう本当に時間ないから、最後にこのシーンだけ撮って終わりにしよう。636ページ開いて。ページ数多ない、映画作るつもりやったん。あーこのシーンか、結構セリフ難しいんだよな。うん、SE も割ときついの多くてリテイク増えちゃうかも。しかもちゃんと事前練習してきてるんかい、偉いなお前ら。はい、じゃあみんな着替えて。はい。え、着替えるって何、これアフレコだよね。え、何やってんのみんな。このシーンはサムネ用のシーンなんだよ、いい感じで漏れてるワンシーン撮るから。ナイ君もほら。いや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 、そのシーン書いてもらえばいいんじゃない。え、俺らが実際に撮影する必要とかある。イラストはちょっと予算なくて。いやこの4人に撮影オファーする方がお金かかると思うんやけどな。じゃあ俺こんな感じで。いいね、リエロはこんなんでいいや。制服着るの楽しい、コスプレみたいでいいですね。コスプレみたいじゃなくてコスプレなんよ。じゃあみんなこの体勢キープ。はい、ストップ。いや俺ら何やってるん。同じ格好で動き止めるのも結構きついですね。リュウラ君まだですか。まあこんなんでいいかな。はい、カット。お疲れ。お疲れ様でした。ふぅ疲れた。じゃあやることやったから、あとはナイ君頑張ってね。はい、これ台本と音源。あ、はい。じゃあね、バイバーイ。え、このアニメ俺が投稿すんの。ここはイレイス幼稚園、今日も元気いっぱいの可愛い園児たちの声が園内に響いています。さてみんな、今日は何をして遊ぼっか。犯罪と
以外なら先生何でもやっちゃうぞ。ナイちゃんナイちゃん、どうしたのイムくん、今日も元気だね。よしよし。でも先生のことはナイコ先生って呼んでほしいかな。今しょうちゃんとおままごとしてたんだ。ナイちゃん先生もする？楽しそうだね。それじゃあ先生も一緒にやろっかな。やった、じゃあ一緒にしょうちゃんとこ行こう。あとこれ首から下げてね。うん、何これ、ボード？ちょっと誰よその女。翔ちゃん何してんの。おままごとのレベル高っ。最近帰りが遅いから心配してたのに、まさか外で女作ってたなんて。私がこの子の育児に追われてるのに、いつも自分のことばっかりじゃない。ママ、めちゃくちゃ本格的やん。どんな家庭環境で育ったらこんなおままごとになるんだよ。違う、この人とは会社の同僚で、決してやましいことなんて。うるさい、聞きたくない。私の時間返して、返してよ。ほら、なえちゃん先生の設定は夫の遊び相手の女だよ。なんか一言言ってよ。やれるか、荷が重いわ。何こそこそ話してんのよ。やっぱりあんたたち私に内緒で砂場遊びしてたんだ。遊びのレベルはちゃんと幼稚園児なんだ、よかった。いいレイス。じゃなくて、君たち今日は5歳児なんだから、もっと年相応の遊びをしなさい。ナイちゃん先生からクレームが出たので別の遊びをやります。何するん。カゴメカゴメです。みんなでぐるぐる回りやつ。いいね、そういう幼稚園児っぽい遊びもっとやっていこうね。児童にそんなこと言う先生も珍しいな。じゃあ先生が真ん中ね。よーし、翔ちゃんと2人で輪になろう。よし頑張ろう。あとナイちゃん先生これ。何これ、ハリセン。いや、そりゃ見ればわかるけど。ナイちゃん先生ルールわからへんの。知ってるよ。みんなで真ん中の人の周りを回って、止まった時に後ろにいる人を当てるんでしょ。ちゃうで、後ろの人しばくね。何が楽しいのそれ。よし、じゃあ始めるよ。カゴメカゴメ、後ろの正面だれ。本当にこれで芝居ていいのかな。まあハリセンだし、こんなに痛くはないよね。やるからには本気でいくからな。後ろの正面だれ。その声は仏、覚悟。何？残念でした。そっちは残像だよ。こいつら5歳にして残像を残す方法を習得してやがるのか。外したからまたナイちゃん先生が真ん中やね。よし、やってやんよ。来い、今度こそこのハリセンに俺の全てをかける。後ろの正面だれ。この声はショウ。おいおい、俺の命はそう簡単には奪えへんで。なーに、真剣白羽取りだと。俺は毎日イム君とやるかやられるかのやり取りをしてんねん。こいつらこの年であの真剣で毎日やり合ってやがるっていうのか。なんかないちゃん弱くない。遊びちゃうね、本気で来いよ。くそ、もう一回だ、そこだ。くそ、うわー、くそ、まだ足りねえっていうのか。80年後。お前ら今日こそはわしの手で切り捨ててくれるわ。ナイじいさんもう年ですけ、諦めた方がいいんじゃないかの。わしらを切るより先にいかんといてくださいよ。うるさい、勝負じゃ。いや、いつまでやってんねん。ナイくん、ナイちゃん、どうしたの二人とも。王様ゲームやろうぜ。かかってこいよ。俺王様ゲーム知らんやろお前ら。ってことで王様ゲームやってくで。まずは俺からだ、この割り箸に全てをかける。どうこいつうるせえな。じゃあ俺これで。この余ったこれが僕やね。お、やった、赤、僕が王様や。やったいいんだ、どうせリューラなんて一生最年少だから王様なんてなれないんだ。死ぬまでみんなの後ろを歩いてくモブキャラとして生きるんだ。あー、リュウちゃんごめん。落ち込むリューラも可愛い、押せる。イレイス、まあ誰が王様かなんて関係ねえ。一回命令したらお前の番は終わりだ、次は俺が王になる。じゃあ2番が1番の人を全力でくすぐり抜け。あ、俺2番だ。え、リュウラ、ここがいいんだろ。ほら正直に言ってみろよ。あちゃー、僕間違えちゃった。もう一回だ。これそんだけされてもでやりたがるんか。どんだけ王様になりたいんだよ。今度こそ。じゃあこれで。すまない、二人とも私が天に立つ。あかん、この変態に王様やらしたら何されるか分からん。け、ここまでかよ。一番のやつと二番のやつ、お前ら王様に抱かれろ。やだー、あかん、やっぱこいつ変態や。バッサ。え、ナイくん、お前らいつも頑張ってて偉いな。たまには俺からも直接お礼を言わせてほしい。いつもありがとう二人とも。ナイちゃん、変態とか言うてごめん。でも日頃の行いが悪すぎるんや。ナイくん、ごめん、俺が間違ってた。俺も王様になんてならない。っていうのは前座で、あと王様が一番の人と二番の人に無限くすぐりの刑。なんて？ナイコてめえ！
よし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 、お前ら頑張ってんな。死ぬまでくすぐってやるから一生懸命笑え。お前らもっともっとだ、もっと笑え。やばいやばいやばい、ちょっと待って。もう終わり、疲れた、休憩。ガチャ、お疲れ様です。あ、ナイちゃんの声だ。何やってる。水の呼吸一の型。何やってんだ。水面切りか。イレイス、ちょっとナイちゃん、会社でデラックス日輪刀振り回しちゃダメでしょ。だってお仕事疲れたんだもん。仕事疲れたからって日輪刀で遊ぶ大人とか見たことないんですけど。あー、恥ずかしいって思うじゃん。これマジで遊ぶの楽しいから、ホトケッチもやってみ。いや、いいよ、僕はそういうの。ほら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 、いいって。水の呼吸二の型、水グルバー。いいね。はい、次俺の番。水の呼吸三の型、流流バイコー。じゃあ何やってんの。モニター割れてるよ。日輪刀で壊しちゃったよ。とりあえず画面壊れたのごまかそう。ごまかすってどうすんのさ。いいか仏、今モニターが割れてるよな。割れてるね。1枚だけモニターが割れてるから違和感があるんだよな。そうだね。じゃあ他のモニターも壊せばごまかせるよな。いくぞ、全集中。水のバカバカバカイレイズ。じゃあどうすんだよ、画面壊れちゃってるよね。他の人来たら怒られるの。俺じゃん。はぁ、もうなんでなあちゃんが怒ってるの。とりあえず他のモニターと入れ替えてごまかそう。そうだよね。どれと入れ替えようかな。じゃあこれね。バカバカバカ、それ俺のモニター。バカじゃないし、壊したのなあちゃんなんだから、なあちゃんのモニター持ってくるの当たり前でしょ。そしたら俺が困るだろうが。モニター壊された人も困るでしょうが。てか冷静に考えて、おもちゃのデラックス日輪刀で壊れるモニターの方がおかしくない。耐久力低すぎだろ。パソコンのモニターはデラックス日輪刀と戦う想定で作られてないよ。じゃあ今日からバカしたのモニターはデラックス日輪刀で遊んでも壊れないモニター2層入れ替えします。はい、これでいいんでしょう。その前にデラックス日輪刀の朝まのやめろ。あ、足が滑。ただいまー。って、二人来てたんだ。あ、お邪魔してる。邪魔してるで、ナイコ。はいはーい。って、何見てんの。んー、そっかある。待って、俺も見たい。誰の誰の。ナイコ。わーイレイス。人のいないところで勝手に卒アル見ないでください。あ、恥ずかしい。いやん、減るもんじゃないし。中学生のナイコたん、可愛かったのに。俺の見るなら二人でも見せてよ。俺は兄貴の昔のとか見たいなー。見て、俺の中学生の頃のやつだな。どれどれ。これや。いつの時代やー。いやー、これ懐かしいなー。いや、いろいろ思い出すよな。あ、これマロじゃね。うわ、ほんまやん。この頃若かったな。なんで話通じてんだよ。お前もこの時代におったんか。お前何歳だよ。イレイス、もうちょっとこう最近の卒アルとかないの。高校生の頃とか。あー、マロが高校生の卒アル持ってきてなかったっけな。あるよ、見る見る見る。ちゃんと平成の卒アルだよね。大丈夫だよね。マロの高校生時代はこちらてー。やば、取りすぎな。幅っていうか縦か。何も買ってんな、マロっぽい。でしょ。いや、違和感に気づけ。マロだけで何人分の卒業写真占領してんだよ。でもよく見たらボタン一個もないやん。マロモテモテやったな。いや、恥ずかしい話なんやけどさ、高校の卒業式で、リフ先輩、君は2年のずっと前から好きでした。先輩の第二ボタン私にください。ありがとう、君の気持ち受け取ったわ。第二ボタンが欲しいんやんね。はい、ええよ、ボタンは君にあげるわ。ただ欲しいもんならバイナー。はい、全力でいきます。で、全部持ってかれたんよな。なんやそれ。お、まいちゃんやん、どうしたん。いや、最近イレイスの切り抜き動画めっちゃ増えてんじゃん。配信のヤバい発言とか切り抜かれてんだよね。またまた。イレイスは NHK 教育で流せるくらい健全なグループですよ。そんなヤバいこと配信で言うわけないって。って思うじゃん。これ見てみ。どれどれ。大丈夫じゃねえよクソが。だからヤバいって言ってんだろうが、理解遅えな。こうなったらもう配信で絶対事故らんように、当たり障れないことしか言わんようにしよう。あ、もう配信の時間や。ちょ、配信名借りるわ、行ってくる。行ってらっしゃい。大丈夫かな。いいね、いいっす。はい、どうも、はじめまして、ウサギと書いて翔でーす。どうもどうもどうも。ね、今日はね、あー、せやな、
はい。いや、はいじゃないか。え、ちょっと見えた。いやいやいや、配信中なんやから入ってこんとってや。リスナーさんびっくりするやん。急に喋んなくなるやん。ビビりすぎや。え、だって放送事故怖いもん。なんかこう絶対に事故んない話題とかでいい感じにやって。わかりました。ったく、あいつほんまに大丈夫か。あー、みんなごめんね。なんでもないで。あー、なんでもない、なんでもない。え、ナイちゃんの声聞こえた。なわけ、今日はショーの配信やから。もうてか、そもそもここで、そんな簡単にナヤちゃん入ってくられへん。バカ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 。とりあえずミュート。おい、お前住所事故ない話題にしろっつったら。そっか、やば。でもナヤちゃんの住所はセーフか。だから余計ダメなんだよバカ。てかリスナー来るぞ配信中に。うわ、それやばいって。ちょ、取り返してくるわ。いや、もう取り返せねえだろ。うん、まあいいから頑張ってごまかしてこい。もうこれで引っ越し確定や。イエス。もうほんまごめんみんな。え、マジなんもないから。金銭取って。あと今さっき言ったのは全部嘘です。嘘。え、住所。いや、そんな急に住所とか言うわけないやん。やんやん。ごまかし方下手くそか。いや、だってさっきのナイちゃんの住所やから。だからお前な。ただいま。どんがらがっしょん。俺の家荒らしてんのは誰や。へいらっしゃい。ナイちゃん、今日はキッチンを借りてます。ああ、さっきの音はそれね。キッチン貸すのはいいけど、あんまり俺の家荒らさないで。お兄貴、ナイコ来ちまったか。俺はいい。お前は、お前だけは逃げろ。遊んでないで片付けろバカども。あ、ノリ悪いな。いいレイス。で、何があったの。実はいつもお世話になってるショウちゃんにお礼がしたくてケーキ作ってたんだけど、途中でドジって手伝ってくれてた兄貴に迷惑かけちゃった。気づけば生クリームまみれになっとったね。不思議や、このドジっ子め。てか自分の家でやれよ。でもまあお礼するってことなら俺も協力するよ。失敗しないように横でサポートするから。ありがとう、ショウちゃんのために頑張るから見てて。ではまずキャベツを切ります。バカお前は、なんでキャベツ切ってんの。ケーキは。え、キャベツ切るのは基本だよ。基本なわけあるか。あいて。ほら、ケーキのレシピはこれ。この通りに作りなさい。うん、今のところ問題なし。材料をこぼさないようにだけ気をつければ意外と普通に完成するんだ。あ、ナイちゃんごめん、つまずいちゃった。な、いつの間にかまみれてまうやろ。俺これ30回くらいやられたね。よく30回も我慢してる。俺の大胸筋が言うにはあのメイド服のせいじゃないかって言ってんねんけど。兄貴の筋肉って喋るの怖。でもメイド服着ただけでドジっ子になるなんて、そんな漫画みたいな。え、なんで仏がおかしくなってんのもキャベツの作画が崩壊してんのもあのメイド服のせい。ほんほん、あれを着るとどんなやつでもドジっ子になってしまう。呪いのメイド服なんやって上腕二頭筋が言ってます。なんだってこれ以上俺の家をクリームまみれにしてたまるか。脱げ仏。俺も手伝うで。覚悟せえ仏。天気に何だ。イレイス、今日はナイちゃん家でお菓子パーティーよ。ティム君は言ってたけど大丈夫かな。ガチャピンポーン。邪魔するね。ナイコ、そっち押さえろ。足を俺がなんとかする。もう逃がさねえぞ仏。今すぐ全部脱げ。僕が何したって言うの。ナイちゃん大人気のスケベ。何やってんねん。はあ、休日最高すぎ。こたつでアイス食いながら寝るのが世界で一番幸せ。はあ、早く世界平和になんないかな。ガラガラ。お邪魔します。あ、マロじゃん、何しに来たの。てか何その格好。家庭教師。家庭教師です。へえ、そっか。授業始めます。ほら早く席ついて。なんでだよ、頼んでねえよ。休みの日ぐらいゆっくりさせろ。酒飲んでていいから。お酒はいただきます。さあ授業しますよ。ほら。おい、それうちの酒。あ、じゃなくて誰かがこの間うちに置いてったやつ。それは僕ですね。お前か。イレイス。はあ、なんでまたこんなことに。授業始めます。それしか言えんのかお前は。いや、休みの日って意外と暇やったりするやん。まあ暇やね。俺も今日は暇な一日を謳歌してたぜ。ナイコ暇そうやん。遊ぼう。暇じゃねえんだよ。俺はこたつでこたつ無理になる仕事があるんだよ。はい、じゃあ参考書の715ページ開いて。聞く気なしか。ああいいよ、もう開けばいいんでしょ。はいはい。問題。ナイコくんはコンビニに買い物に来ました。ああ算数とか数学の問題ね。はい、どうぞ。このコンビニを買うにはどうすればいいでしょうか。数学じゃなかった、これ経営学か。はい、時間切れです。答えはナイコくんには買えないでした。しかも回答しょうもな。こんな質問してくんなよ。たく、ナイコくんにはちょっと難しすぎたかもしれないですね。わかりました。では次の問題。問題、ナイコくんは友達を買いに来ました。は、仏くん1体と翔くん1体で合計何円でしょうか。いや買えるか。こんな問題もわからないなんて。そんな、だから現役で大学に落ちて滑り止めの大学に行くことになるんですよ。バカ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 、それほんまもんの学歴。正解は仏くん3000万円、翔くん3円、セット割引 20% オフをつけて2400万2円でした。どっちも安っ。特に翔ええんかそれで。もう内国にやる気ないなら帰ってください。いや、ここ俺の家な。じゃあ次の問題。内国くんは仏くんと翔くんを買いました。買えたんだ、すごいな俺。取り返しのつかん買い物しとるて。
ナイコくんは何を失ったでしょうか。全部失っとる。ただいまー。はい、ナイコ邪魔するでー。邪魔するなら帰って。あ、そういうこと言う人にはもう手料理作ってあげません。っていうのは嘘ね。嘘。もう冗談ですよ、ゆうすけさん。今日のご飯はハンバーグ。ハンバーグかな。もしかしてハンってまたそさげしてる。どうせでしょう。ちゃうで。イム娘。なんじゃこりゃー。イリース。いやー、今流行ってるソシャゲなんやけどさ、自分だけの陰文を作れるのが特徴の神様育成ゲームや。全部仏じゃねえか。てかよく見たら歴代クソアニメの仏全員いるな。そうや、せっかくやからナイコガチャ引いてや。俺引いても全然陰文当たらんのよ。わかったよ。えい。君が僕の物語のヒロイン。やば、これ確定演出やん。お前 SSR の今来るんだって。よくわかんないけど、やったー。僕ねイレイスのムードメーカーなんだ。いや誰やこいつ。誰って仏やん。いや仏ってこんなんじゃなくない。なんかこう目が輝きすぎてるっていうか、美酒が良すぎるというか。いやそれはそれで失礼なんだけど。あー、それはあるかもな。これイレイス結成初期の夢やからな。あー、めっちゃ納得。イレイスってなわけで、せっかく SSR のイム引いたから育成していくで。育成とかあるんだ、ちゃんとしてんな。信者の皆さん、今日はイム感謝祭2023 in イムイムランドに来てくれてありがとう。いや世界観わからんすぎだろ。なんやねんこのセリフと選択肢。ほら早よ選んでや。これ選択肢間違えたら全然強いイムにならんから、ちゃんとしてな。強いイムってどんなイムよ。てか選択肢ほぼ同じじゃね。選ぶ意味ある。じゃあとりあえずこっち。かわいいよイムチーで。ありがとう。今日の僕も可愛いね。なんだこいつ調子乗ってね。あー、あかん。それもう外れ選択肢やって。任務は無条件に褒めると調子乗って強いにならんのよ。難易度高すぎん。なんだよこの育成ゲーム。あー、僕お腹空いてきちゃった。ほらナイコ、次の選択肢今度間違えようにゃ。一気に極端になったな。辛辣すぎだろ。俺でもここまで行ったことねえよ。あー、いやあるかも。ここミスったら SSR の任務台無しやからな。ナイコ、ミスったらどうなるか分かってるよ。わかったよ、頑張れ。褒めちゃダメだから自分で何とかしろよ。お前何歳だよ。こっちだ。わかりました、僕も出家します。探さないでください。え、何これ。おい、ナイコー。あー、リキごめん。はぁ、あ、今日も収録疲れた。家に帰ってゆっくりお風呂入ってポテト食べて寝ようっと。ただいまーって、何この音楽。おかえりうらー。ナイくん、ちょっと待って、なんでナイくんここにいんの。このまま漫才もやってゆく。待って、そもそも漫才してね。では今からこの音楽に合わせて漫才もやってゆく。話聞けアホ。聞いてほしいなら知り取りで俺に勝ってみろよリウラ。なんだそれ。俺が先行でリウラのリから始めんのならいいよ。オッケー。リウラライオン、ジャメナナポリ、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 リウラライオン。って一旦止まれ。ヤバいループ入ってた、これじゃ一生終わらない。リウラ以外の言葉から始めてループを抜け出そう。オッケー。ナイコ、コアナナイコ、コマツナナイコ、コハナナイコ、コオリリウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン。って一旦止まれ。またループ入ってる。てかナイコに誘導してくんな。いやお前がナイコ呼びたいだけだろ。お兄ちゃんって呼んで。絶対やだ。うるせえ。エッチ。ちょっとときめき。キモい。いや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 、やめて。てめえが言うなよこのおしゃれ駅。リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン。一旦止まれ。おしゃれ生きリウラってなんや。いやお前のことだけど。ふざけんな、お兄ちゃんって呼んでほしいなら二度と俺をバカにすんな。おしゃれ生きリウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン。本当に止まって。おしゃれ生きリウラって言葉をもう禁止にします。なんで。最後にナイ君の苦手なものでループを抜け出そう。オッケー。トマト、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 まずい。トマト、トマト、トマト、やばい。トマト、トマト、抜け出さないと。トマト、ドリ。リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ、リウラライオン、ジャメナナポリ。
死ぬかと思った。てかライオン10で終わってるからダメじゃねえか。もうええわ。どうもありがとうございました。今日もお仕事疲れたな。家帰って寝よう。ガチってあれ、俺んちこんなんだったっけ。あ、まあいっか。ただいまー。ガチャ。なんだこの部屋。また俺の家が勝手に改造されてやがる。よく来たな、才能の原石どもよ。その声は翔ちゃん。シンプルに言おう、この歌い手グループ界隈で世界一になるために必要なのはただ一つ、超個性的な6人のメンバーの誕生だ。おい、どうなってんだよ。俺の部屋はどうした。意味わかんねえよ。なんとかしろ。俺は世界中に集めた300人の中から世界一の歌い手グループメンバーを作る実験をする。これがそのための施設、サイコロック。いや名前ダッサ。そしてこれがサイコロックの全貌だ。どこが四角だよ。バチバチに六角形じゃねえか。そのツッコミエゴいね。やかましいわ。無駄口を叩いてる暇などない。このサイコロックに入った他の原石どもすでに生き残りの戦いを始めている。生き残り、どういうことだよ。これを見ろ、サイコロックプリズンナンバー2、世界一の方を選抜するエリアの様子だ。まだ聞いてないんですけど。帰りたい。臭いね。地獄か。こんだけ人間がいて誰一人会話できてね。ひどい、ひどすぎる。そっか、重傷だな。ファックオフ。帰りたい奴は帰っていいよ。帰らせてくれよ今すぐ。これだけじゃない、他のエリアを見てみろ。サイコロックプリズンナンバー5、世界一の帰国子女を選抜するエリアの様子だ。こっちのがひでー。てか帰国子女じゃねえだろ、ただの幼児対抗サイコパス成人男性だよこいつ。幼児対抗サイコパス成人男性とは失敬だな。これでもトーイック満点の300人を集めたエリアだ。よく集めたね。その300人で企業でもすればいいんじゃないですか。企業か、その発想エゴい。お前それ言いたいだけだろ。よく聞け、才能の原石どもよ。お前にとって歌い手とは何だ。歌い手、趣味であり仕事であり俺の人生の一種が。教えてやる。歌い手ってのはな、相手より多く点を取るスポーツなんだ。お前本当にバカだね。世界一のエゴイストでなければ世界一の歌い手にはなれない。この歌い手グループ界隈に俺はそんな人間を爆誕させたい。この299名の屍の上に立つたった一人の英雄を。あのちょっといいっすか。何？さっきから300人とか299人とか言ってるけど、この部屋俺しかいないんですけど。ちょっと待ってね。ちょっとプリズンナンバー4どうなってる？あ、そう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 、世界一のツッコミ探せや。うん。え、予算なくて一人しか呼んでない。じゃあ俺帰るね。バイバーイ。ガチャ。あー、しょうもな。ってあれ、俺帰るとこなくね。明日はついにライブの日か。今回のライブは両国国技館、過去最大規模の会場。緊張するけど頑張ろう。 Welcome to the 第5回うるさい。何しに来たの。明日ライブよ。準備は。だからその準備をしに来たんだよ。とりあえず声出していい。え、うわー、今度こどん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 イレイス。もうナイコハウス壊れちゃったよ。これオチで使うやつじゃん。どうすんの残り時間。大丈夫やって、まだまだ準備したいこといっぱいあるから。じゃあ何せんの。今日はファンサの練習しまーす。おー、なるほど。確かに俺ファンサとか苦手だし、バチバチに君散らかしてるイフ先生に教えてほしいです。欲しいです、欲しいです。じゃあまずはウインクの練習からいこうか。ウインク、こうやってやります。ぴゃん、さすがですイフ先生。よし、俺もてい、てい。え、あれ、なんかうまくできない。逆にどうやってんねんその顔。イフ先生、僕ウインクできません。わかったわかったから、その顔やめろ。じゃあ気を取り直して、次下ペロ、これやってこか。イエーイ、イフ先生よろしくお願いします。下ペロはな、こうやってやんねん。ぴょん、キャーイフチー、そろそろ面白いことやって。今おもろいことやってんねん。たまにはナイコもカッコつけろ。ともかくさっきの顔やばすぎたけど、下ペロしてひどい顔になるやつおらん。行けナイコ。先生できません。なんでそうなんねん。さっきと顔一緒やないか。そんなこと言われても苦手なんです。レモンみたいな声出すともやめて。いろいろ台無しよもう。あ、でもウィンクとしたペラ同時にやったらうまくいきました。それじゃペッちゃんや、普通の絵柄できんのかお前は。先生、なんか僕ファンさん上手くなったかもしれません。一歩も上達してねー。むしろ変や変。もう何もせんねえから普通の顔でいろ。よっしゃー、ほな明日本番いってみようか。やめてー、ナイコちゃん。ここはイレイス幼稚園。今日も元気いっぱいの園児たちの声が園内に響いてる。うるせえよゆうすけくん、もうちょっと静かに泣こうか。バブ、よし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 。この子はゆうすけくん、最近入園したバブちゃん。でも声も態度も大きいし、なんか赤ちゃんっぽくないんだよな。あー、もううるさいから。これこれ、はい飲んどいて。バブ、天体どうしたの。この子はリュウラくん、かわいい。リュウラくん、いや
ちょっとゆうすけくんの面倒を見てたら疲れちゃって。へえー、そうなんだ。でもお金もらって働いてるんだから、そういうことエンジの前で言わない方がいいよ。くそ可愛くね、ガキだなこいつ。そんなことより先生、ゆうすけくんなんかヤバそうだけど大丈夫？え、わー、ゆうすけくん、どうしたの？もうどうしたの？あー、ミルクこぼしちゃってる。うまく飲めなかったのかな。なるほど、ミルクじゃなくてプロテインじゃないと飲みたくないって言ってるよ。え、リュウラ君、ユウスケ君の言葉分かるの？先生たまに喋る変な言葉以外分かんなかったよ。でも幼稚園にプロテインなんてないしな。じゃあこれとかどう？じゃじゃん、職員室にあったカップラーメン。こら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 、リュウラ君勝手に職員室入っちゃダメでしょ。しかももう出来上がっちゃってる。いや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 、こんなの赤ちゃんが飲むわけ。いっぱい食べてね。いや飲んどる、熱々のラーメンすすっとるこの赤ちゃん。お腹いっぱいになったからウマ娘やらせろって。やらせねえよ。ラーメン食ってそしゃげて、その年でもうダメ人間だよ。今週イベントだから早くガチャ引きたいんだけど。赤ちゃんが課金してんじゃねえ。先生が怖いから泣いちゃったじゃん。あー、ごめんごめんごめん、ちょっと怖かったかな。ごめんね、ゆうすけくん。おやちゃ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 、なにこ先生の顔がタイプじゃないから毎日しんどいって。やかましいわ、メイク行かよ。誰この赤ちゃん。うん、じゃあ逆にどんな顔ならいいのかな。わう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 、巻き髪のギャル。こんな赤ちゃん嫌や。まいちゃん、これあげる。なにこれ。じゃじゃん、好感度が数字でわかるメガネ。うわ、名前そのまんま。説明しよう。このメガネをつけて人を見ると、その人が自分に抱いている好感度が数字で見えちゃうのだ。うわ、本当にそのまんま。まあいいや、せっかくもらえたしとりあえずかけてみるか。すっちゃ、あ、フォトケッチの頭の上に数字が出てる。へえ、面白い。ちなみに好感度は100段階評価だよ。お前俺のことめっちゃ嫌いじゃん。え、俺なんかしたっけ。まいちゃんには現実を見てもらおうと思って。ガチで意味深な感じ出すのやめて。なんかもういろいろ気まずいってのは冗談で、本当に見つめてほしい現実はリュウちゃんの好感度なわけ。赤組とか言ってベタベタしてるけど、本当はリュウちゃん僕の方が好きだと思うんだよね。いや全然冗談になってねえよ。お前の好感度未だに3だよ。あ、ほらあそこにリュウちゃんいるから、ちょっと見てみて。リュウちゃん。お、ホトケッチとナイくんだ。何？でも確かに普段お兄ちゃんって呼べとか、面白いこと言えとか、意味不明なことばっかりお願いしてるし、好感度低いかもな。ん？どうしたの？ってあれ、思ったより低くない？というかむしろ高くね。ナイちゃん、好感度どうだった？いや、その87だって。あー、そんなわけないんですけど。バグってんだろこのメガネ。バグってて欲しいよ俺だって。だってお前の好感度まだ3だもん。もういいから、それ僕にちょうだい。僕もやる、早く。わかったから、もう襲いかかってくるのやめろ。おい、ちょっと、まず、あ、お呼びに行けない。よし、とりあえずこれつけてリュウちゃんの好感度見てみよう。すっちゃん、リュウちゃん、こっち向いて。いや、さっきからずっと話しかけてるだろ。何言ってんねん。好感度低っ、この浮気者。おい、急に暴れんな。なんだお前、どうした。リュウちゃん、僕のこともう好きじゃないんだ。好きじゃないっていうか、さっさと歌の音源提出しろよ。もう3ヶ月も過ぎてんぞ。そんなんで好感度下がりすぎだろ。ナイちゃんもそんなとこで腐ってないで何とか言ってよ。でも何その数字、ナイちゃん僕のこと好きすぎじゃない？しかないんだ。え、なんて？俺の初めてのメガネを奪った。もう仏に嫁ぐしかないんだ。責任取ってよね。俺のメガネ。何なんだこいつら。はい、どうも、ナイコです。新世代歌い手グループイレイスのリーダーやってます。っていうのも久しぶり。実は最近悩みがあってさ、俺の可愛い弟リュウラのことなんだけど、俺の愛が溢れすぎてるのかなんなのかよくわかんないんだけど、最近露骨に対応が冷たいです。どうして？お前マジこっち来んな。でもでもでも、押してダメなら引いてみろってことで、今日はいつも熱烈にアタックしているリュウラに対して逆に素っ気ない態度をとって気を引いてみようと思います。これでリュウラも切った。あれ、今日ナイ君何も言ってこないの？どうしたんだろう。え、何これ、ナイ君のこと思うと胸がドキドキする。ナイ君、ふんどしってなるに決まってる。待ってろリュウラー。ガチャ、ウェルカムトゥーザリュウラハウス。ってあれ、ナイ君じゃん。ちょっと家じゃ作業集中できないから遊びに来たわ。リュウラハウス来るの珍しいね。変なことしないでよ。するわけないじゃん、台本書くだけだよ台本。隣失礼。はーい。カタ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 カ
リュウラ、しまった、ついうっかり声かけちまった。ん、何？ねどうしよう、何か言わないと。何か、ふんどしとか興味ない？しまった、つい目線の先にふんどしが。ふんどし？そう、ふんどし。もう終わりだ、さよなら俺のリュウラライフ。もしかしてライブの話？ナイ君がするのはいいけどリュウラやんないよ。今日に限って妙に話題拾ってくれるリュウラキュン大好き。そうだよね。うん、やっぱりふんどしは俺一人でやるよ。それがいいと思うよ。まあでも罰ゲームだったらみんなやってくれそうだけどね。確かにそうかもね。検討しとくよ。ありがとう。え、なんか俺自然な感じでリュウラと話せてね。話題ふんどしだけど大丈夫そう？たくさんお話ししちゃったな。もう遅くなっちゃったし、今日はこの辺でおいとまするよ。うん、ナイ君遊び来てくれてありがとう。また遊びに来てね。リュウラもありがとう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。バタン。結局押してダメなら引いてみろ作戦全然できなかったな。でも今日はリュウラとちゃんと話せた気がする。もしかして俺らって普通に話せば普通に相性良かったりして。よし、明日からも頑張ろう。あー楽しかった。今日のナイ君普通でよかった。いやでも冷静にふんどしの話1時間もするとかないよな。やっぱあいつおかしいわ。今度ふんどしの話始めたら追い出す方法考えなきゃな。リュウラ、ただいま。あれ、なんか今日うちがにぎやか。この声が M 賞かな。ガチャ。なんじゃこりゃー。あ、ナイちゃんおかえり。ちょっと今取り込み中やから帰ってくんの後にしてもらえる？人の入れ何やっとんじゃお前ら。何って見てわかんないの？はぁ、何これ、女子会？もう全然ちゃうって。実は僕たちカップルチャンネル始めました。バカバカ。何がバカなのさ、今めっちゃ流行ってるんだよカップルチャンネル。そうやね、もはやカップルチャンネルやらへんかったらこの YouTube 界生き残れませんがな。でんがな、まんがな。黙らしたい。いいか、よく聞け。このドアホ、カップルチャンネルってのはな、ちゃんとやらないとすぐ別れて終わるんだ。それ普通に失礼ちゃう。大丈夫だって、イムションは世界で一番仲いいんだから。別れるとかありえない、ずっと一緒だよ。しやしや、イレースの中でも一番仲いいペアやねんから、そんな心配いりませんがな。でんがな、まんがな。ねえ、大丈夫かな。翌日別れました。だから言っただろバカが。だってイム君がどんどん5兆匹食べてみたやらへんかったら嫌ってわがまま言うからさ。いやいやいや、翔ちゃんが全然かまってくれなかったのが悪くない？僕はかまってあげたよ。でもイム君がさ、パピューって言うばっかでかまならへんかったよ。パピューはイム語なんです。ちょっと意味あるから調べてからそういうこと言ってください。そもそもどんどん5兆匹もおるわけじゃんやんか。予想通りしょうもなすぎることで喧嘩したね。でもそんなしょうもない喧嘩ならいつでもしてるじゃん。本当に別れることになった理由とか音楽性の違いかな。絶対嘘やん。ご長引き食おうとしてる奴が別れる理由ちゃうてそれ。でも翔ちゃんとは別れることになったけど、イムショーチャンネルで過ごした毎日は大切な思い出として綺麗なまま残しておきたいな。一日しか過ごしてないです、君たち。せやな、僕らの幸せな毎日を幸せな思い出のまま残しておくために、最後にこのチャンネルに2人のオリジナル曲を投稿してイムショーチャンネルを終わりたいと思います。だから一日です。あと君らの幸せって何？ご長引き食うこと。それじゃあ僕らの最後の曲聴いてください。僕らが一番。いや、クッソ仲いいやないかい。はあ、今日も疲れた。こういう時はお寿司お寿司。な、こ、ナイコ、寿司はあかん。なんだ、なんか声が聞こえたような。ここや、ここにおるでナイコ。兄貴の声だよね。どこ？ちょっと隠れてないで出てきて。痛い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 。サイドチェスト。じゃ、小さい兄貴。てかなんかいつもと服違くない？俺は天使のユースケくん。兄貴って名前じゃないで。いやでもどう見てもちょっと可愛い兄貴だよ。天使のユースケくんや。天使のユースケくん。ナイくん、天使の言うことなんて聞かないで。その声はリュウラ。こっちが天使ってことはもしかして悪魔？正解。察しがいいお兄ちゃんにはご褒美、お寿司どうぞ。お兄ちゃん、しかもお寿司、これは紛れもなく本物の天使。ナイコ食べたらかん。寿司の食いすぎで死んだ思いしたも忘れたんか。あ、そうだった、あの時食べすぎてもう3年もダイエット生活送ってるんだった。美味しそうだけど食べるのは我慢しよう。また太ったらリュウラが応援してあげるから、今日くらいは食べたら。ナイ君いつも頑張ってるんだし。リュウラ、うん、やっぱり食べようかな。ナイコ、ナイコ、リュウラ、お寿司やリュウラ。ああ、誘惑に負けてしもてる。はい、あーん、あーん。
あげない、リュウラが食べちゃおう。パクッ、この小悪魔め、どうせ食ってまうなら。あ、そうや、筋トレもしてくれるんやったら寿司食べてもいいと思うで。筋トレ行こうやないか。そうだよね、食べたら食べた分は運動しなきゃ。別に筋トレしなくてもよくない、好きな時に好きなだけ食べた方が人生楽しいって。食べよう、ナイくん。それもそうだな、リュウラ、食欲のままに。わがままに僕は寿司だけを傷つ、あ、なんのか、あ、上等だこれ。サイドチェット、サイドチェット、二人とも俺のために争わないで。パク。ねえ兄貴、ナイ君、寝ながら筋トレしたり口もごもごさせてるんだけど。おお、夢の中でも筋トレも欠かさんなんて。ナイ君もキャー入っとんな。しかも泣いてるんだけど。怖っ。俺はそこら辺に転がってる男、内藤内子。ある日、推しの天才的なアイドル様の映像を見ていたら、急に眠気がさし、目が覚めると体が縮んでしまい、テラノドンのようにわめき散らす赤ちゃんと二人で信濃川の濁流をさまよってしまっていた。信濃川も下流に近づき、新潟県新潟市西久関谷にある青山海浜公園で俺たちは拾われたが、拾い主はなんと俺の推し、リュウラキオンだった。赤子を拾ってしまった以上、放置すると保護責任者遺棄罪に問われてしまうため、リュウラキオンはアイドルでありながら2児の父親となり、全てを嘘で隠しながらとびきりの愛を届けるのであった。見た目は赤子、頭脳はオタク、その名は内藤内子は、いつも一つ。ただいま、待ってたか、俺の可愛い双子ちゃん。リュウラキ、今日も可愛い。よし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 、今日もたくみの笑顔でレッツマディア。してきたよ。リュウラキ、今日も誇張が激しい。てなわけで、今日は二人に名前をつけたいと思います。リュウラキに名前つけてもらえるって、まあ、僕の名前は内藤内子です。って言葉が喋れないから伝わんないかな。もう何でもいいです。ところで横の赤ん坊、マジでうるせえな。二人ともとっても可愛いから、誰よりも輝く素敵な名前にしないとね。例えば宝石の名前とか。え、めっちゃスコなんだか、ワイの天才か。 IQ1 億あれで、これじゃあこっちの水色の子から。パー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 、うるせえ、鶏かよ。リュウタさんが喋ってんのか、黙って。可愛い。よーし、ユーラも。待って、リュウラキをモノマネまでできるの、神じゃん。トトスンギ最高かよ。いいレンズ、はあ、面白かった。ってことで、水色の髪でとっても元気な君の名前はアクアにしよう。マブマブ。うるせえだけのガキのくせに大層な名前もらってんじゃねえ。マブマブマブ、はあ、バカじゃないんですけど。そっちこそさっきから気持ち悪いオタクの脳内垂れ流してんじゃねえよ、君男が。ババ、こいつ直接脳内に。でもただのアクアだとなんか普通だよね。アクアアクア、マブマブ。よく見とけよ、キモオタ。リュウちゃんは今僕のためにもっと素晴らしい名前を考えてくれてるの。変なこと考えてないで、静かにしといてもらえます。うるせえな、表だとお前のが声量でけえだろ。これ全部個人の感想ですから、思想の自由。はい、日本国憲法をもう一回読んだから発言してください。ビル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 ビー。やっぱアクアやめた、ドゥンガドゥンガにしよう。マブ、え、よしよしよし、ドゥンガドゥンガ、かわいいね。よち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 、バブバブバブ。ドゥンガドゥンガだって。いい名前でちゅね、お尻の名前つけてもらえて嬉しいでちゅね。リュウちゃん、でもリュウちゃんからもらった名前なら僕受け入れるよ。あとピンクの方はなんかさっきからキモいからオタクでいいや。バブバブバブ。キモった香りですぎます。はい、もうリュウちゃんから可愛がられることなくなりました。リュウタさん、オタクは名前じゃないです、一般名詞です。あとさすがに二人育てるのきついし、オタクは友達にあげようかな。それは育児放棄です。助けてリュウラキュン。ボロ戻った。あ、え、早く消えろよ。はい、成人男性には保護監督責任ないので息してもらって大丈夫です。リーちゃんと喋れて幸せでした。次の現場絶対に行きます。消えろよ。また天井かよ。どんだけ課金すればいいね。兄貴何してんの。あ、娘やってる。それ楽しいの。うん、楽しい。ガチャ出んけど。てか、なんで今日ポニーテールなの。え、いいやん別に何でも。いや、まあいいんだけどさ、前来た時ツインテールじゃなかったっけ。そうやったっけ。前の前はサイドテールだったよね。覚えてないな。兄貴、女の子になってるよね。ねえ、もう絶対そうじゃん。なんでこのやり方。もうフレイス、冷静に考えて。最近の兄貴は女の子になりすぎです。最年長なのに。そんなことないと思うけどな。あと台本書いてんのない子です。でも台本読んで喜んでんの兄貴じゃん。
確かに。でしょ？もしかしてだけど、実は女の子になりたいとか。なわけないやん。俺は男やって。漢字の漢の男。でも最近うちに来るとき、毎回手料理持ってきてくれるよね。しかも来るたんびに髪型変えてくるし。こんなんもう女の子ですやん。うるさいな。手料理ない子が喜ぶから持ってきてんの。髪型は？髪型は、可愛いかなって思って。やっぱり女の子じゃねえか、兄貴。邪魔するで。翔ちゃん、いいとこに来たな、お前。聞いてくれよ、兄貴が。なるほど。ゆうくんが女の子すぎるっちゅうわけやな。そんなことないけどな。まだ何も言ってないんですけど。確かに最近のゆうくんちょっとおかしいで。プロテインもいちごミルク味になっとったよな。やっぱりそうだ。兄貴は女の子に近づいてる。翔ちゃん、どうすれば。せやな。まあ、とりあえず脱がして確かめるか。は？もう逃がさねえぞ。男なら裸くらい見せんかい。ってやんでい、やんでいくやんでい、ってやんでい、ここか、ここなんやな。おい、何やろ、もうええから、そし上げさせてくれ。兄貴の内側がどうなってるか暴いてやるよ。ほら。え、兄貴ってやっぱり男の中の男やったよな。やねんな、ゆうくんやっぱ男前やな。お前ら、ええ加減にせえ。すいません、すいません、もうやめて。明日にかけて大型台風が本州を直撃し、大変なことになりそうです。ベランダでふんどしを干している皆さんはお早めにお取り込みください。では次のニュースです。うわ、明日台風なんやって。最悪やわ、せっかくの七夕やのにな。何が当たり前のように俺の家でくつろいでんの、お前ら。ええやん、減るもんでもないし。ナイクは器も筋肉も小さいな。言い過ぎやろ。てかこれ見て、何でも願いが叶う短冊だって。そんな絶対薄やん。まあでも何でも願いが叶うって言うならとりあえず書いてみようかな。ええやん、ええやん。シャニダは何書いた？空を飛んでみたいから天使の羽が欲しい。いや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 、それはいくらなんでもバッサ。やばい、ほんまに入った。この探索本物や。バサバサ、ツバサ、妖精のツバサ。大天使翔ちゃん爆弾やね、これ。こんなアニメみたいなことある？いや、これアニメやから。そうなんだけど。じゃあ俺も。俺は天の川にされるほど大きくなりたいと。はぁ、ムキ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 。ナイコー、シャオ、見てー、これ大きくない、超大きくない、すごない、いや、でかすぎやー。めっちゃいいやん。やっぱ男は声も筋肉も大きくないとな。もうあんま大きい声出すな、バカ。地球壊れる。ゆうすけさん、なんでそんなに大きくなったんですか？なんでやろな。真面目に働いてきたからよ。あかん、こいつら二人とも気持ちよくなっちゃってる。どうにかして元に戻す方法は。うわー、ナイコー、兄貴、体がでかすぎてブラックホールに飲み込まれてもうた。いや、規模でかすぎな。うわー、ナイちゃん、助けてー。ショニだ、痛い痛い痛い、死ぬ、羽食われてる、ハト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 大乱闘や。うわ、こっちはしょうもな。ナイコ、助けて。さあ、二人が危ない。どうすれば。そうだ、今までのお願いを全部なかったことにしてください。これでどうだ。ナイちゃん、ありがとう。ナイコ、ありがとう。元に戻った。二人とも無事でよかったよ。それにしてもこの短冊危険すぎるから捨ててこい。あれ、短冊はこれおもろかったからもう一回お願い書こうぜ。まあ、困ったら次もナイちゃんが助けてくれるやろ。じゃあ今度は地獄の悪魔になりたいです。じゃあ俺は次はこの地球を飲み込んでくれよ。シーバックさん、夏といえば海や。イエーイ、ファイ、海、ファイ。今日はうるせえガキのもいねえし、俺たち3人水色って最高の夏にしようぜ。第1回ドキドキ大人だらけの追加割り選手権。イエーイ、バチコー、行くぜ、ナイコー。いや、ルールちゃうやないかい。イレイス、俺たちバレてるんやな。なんか悲しくなってきたわ。こんなので夏を終わらせたくない。俺が本当のスイカ割りを教えてやんよ、兄貴。よっしゃ、あれやないか。行くぞ、マロ。次はお前の番だ。何がほんまのスイカ割りやねん。え、これ何乗ってるの、兄貴、ナイコ。うわー、レイサー、どこどこ。ねえ、アメリカにいるんですけど。お、スタート位置に着いた。それじゃあ頑張ってビーチのスイカ割りに戻ってきてね。世界初のアーススイカ割りってな。ほな。
わりじゃねえ。おっす、オラユウスケ、スイカ割りがしたいだけど、マルちゃんは気づけばアメリカにいたぞ。果たして無事に帰ってこれんのか。いらんことすな。次回、幼児対抗成人男性イフ、間違えてブラジル行きの飛行機に乗ってしまう。来週もまた見てくださいね。じゃんけんパーン。イレイス、やっと帰ってきた。あれはスイカ。おい、マロー、スイカここだよ。あと少し頑張って。マロ？マロ？スイカはあっちだよ。マロ、死ぬかと思った。帰ってこれてよかった。だよな、やっぱり頑張ったよな。お前が一番偉いよ。おかえり、マロ。マロ、ちょっと苦しいかも。どうか、こんな力が。これがほんまのアーススイカ割りってね。いや、地球割れてるやないかーい。てんてん、さようなら。はいはい、さようなら、また明日ね。あ、そうだ、今日の家族ごっこはいまいちだったな。お父さん役の役作りができてないっていうか、先生たちが見込んだよね。だからかな、リアルな父親の風格が全然出てなくて残念だったよ。まあまた明日もやるから、昼ドラでも見て勉強しといて。バイバーイ。くっそ可愛くねえガキだな、こいつ。イレイス、やっぱ俺幼稚園の先生とか向いてないのかな。あ、舞子先生、お疲れっす。あ、イフ先生。この人はイフ先生、お酒と園児が大好きなこの幼稚園の先輩。お疲れ様です。ところで何してるんですか。いや、園児がいないうちにたくさん遊んどこうかなって思って。それ楽しいですか。そこそこ。やってみます。じゃあ遠慮なく。イレイス、なんか舞子先生元気ないっすね。なんかあったんすか。あ、いや、実は俺って幼稚園の先生向いてないんじゃないかなって思ってて、もうしばらくイレイス幼稚園で働かせてもらってますけど、園児の残像を追い切れなかったり、園児のタイプの顔じゃなかったり、全然うまく先生できてないなって。なんだ、そんなことか。そんなことって。ナイコ先生、園児はみんなまだ子供なんです。生意気して舐められるのは当たり前ですよ。僕も経験ありますから。イフ先生、でも僕たちは先生です。親御さんから預かった園児を大切にしながらもしっかりと教育していかないといけない。そうですよね。てなわけで、あいつら閉めましょう。イフ先生、まあやかましい爆書きは飯抜いて縄で縛ってお尻に入れとけばいいとして、面倒なのはあの小賢しいガキですよね。ちょっとちょっと、何物騒なこと言ってるんですか。それ虐待ですよ。親御さんに怒られるどころか刑事事件ですよこれ。でもこれくらいしないとあいつら止まんないっすよ。昔優しく怒ってやったことあるんですけど、逆切りで職員室のお酒全部燃やされましたから。どんだけ物騒な園児抱えとんじゃ。ここはてか幼稚園に酒持ってくんな。あんまり大きな声出さないでください。多分これ盗聴されてますから。盗聴？一体誰が。赤髪のマセガキです。そんなわけないでしょう。とも言い切れねえな、あのガキ。あいつは昔からそうだ。僕ら職員の会話盗聴してお仕置きを事前に防いでくるんです。今まで一度たりともあいつのお尻をペンペンできたことはない。くっ、盗聴は犯罪だぞ。あの年でなんてガキだ。許せねえ。でも今回は違う。イフ先生、僕は今まで一人でした。でも今は仲間がいる。ナイコ先生、あなたです。さあ一緒にあのクソ忌々しいガキどもからこの幼稚園を取り戻しましょう。イフ先生、その言葉ずっと待ってたんですよ。若輩者ですが、内藤内子、どこまでもお供します。ねえ内子てんてん、今から家族ごっこするけど昨日言ったことちゃんと予習してきた。お父さん役しっかりできる。今日つまんなかったら文部科学省に直訴に行くからね。あ、うん、イフ先生は二日酔いでお休みだって。あのバカ誰が。クックック、今日はないちゃん家でどんないたずらしてやろっかな。ウェルカムトゥザないこハウス。なんでないちゃんここに。今日はお出かけのはずでは。友達と遊びに行く予定だったんだけど、よく考えたら俺友達いなかったぜ。俺と同じようなことしやがる、ぼっちがよ。ってことで、今までなんだかんだお前らにもてあそばれてるから、今日は俺が遊ぶ側やります。 Welcome to the Nikon's Townhouse。初うさぎ様、本日のご予約誠にありがとうございます。本日ナイトと一緒に担当させていただきますイフと申します。サロン？は？予約してやねんけど、僕帰る。ではこちらにどうぞ。話聞けやー。イレイス、ではまず両手を出してください。何するとこやここは。怖い、やだ。絵本取り替えてもいいですか。お客様、喜んでいただけるのは光栄ですが、少々口が煩わしいですね。ナイトさん、お縛りになって。かしこま。どうしばす、何する気やねん、アホバカ。おわーおわー、手が手が。はい、完成です。あえ、当店スタッフ渾身のスーパーロングネイルです。ドリルで爪伸びるか。どうなってるのか。お客様のエッチ
ち。どういう芸人やねん、方言。まあいいや、このネイル変えてください。あと担当も。もうわがままの客やな。依頼せ。はい、完成です。お客様ご希望のうさぎさんネイルです。おお、すごいんやけど。何丸もって可愛いな。もっと褒めてくださいまし。思ったよりナイコにセリフがなくて暇なので、次のコースを持ってナイコンハウンハウンを閉店させていただきます。こちらで着替えてきてください。飽きたんやね。これに着替えるってことはマッサージ。やった。これは素直に嬉しいか。もうおい、内藤ライコ、着替えがふんどしやねんけど。お似合いです。さあさあ、こちらを寝台に。うわ、ぬるぬる乗ってる。触んな。ギャーさ、翔さん、終わりましたよ。うわ、もう終わったん？最初意味わからんかったけど、意外とマッサージ気持ちよくて寝てもらったな。ってなんやこれ、どうちゃんまみれ光ってる。俺の体おかしくなってんねんけど。おお、お客様大変眩しゅうございます。お会計が1投げ単位になります。払えるか。ドキドキ、内子社長の一日。社長、こちらの件の進行お願いします。あー、これね、わかりました、進めときます。ありがとうございます。すいません、この件はどうしましょうか。はい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 、これはね、やる方向で進めよっか。かしこまりました。社長、今日のうち娘はどんな感じでやりましょうか。まあ俺がいい感じにやるよ。確認ありがとう。なんでもないでしょ。今日もやることいっぱいあって、仕事日和って感じだな。でも冷静に考えて、飽きてきたな仕事。いや俺社長だから責任もあるし、仕事は楽しいから嫌とかじゃないんだけど、なんか今日というか今、飽きてきたんだよな。なえちゃん社長、遊びに来たよ。次の動画の話しよう。やだ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 。なんだこいつ。冷静。もう今日は無理。やだやだ。てか今気づいたらこの連絡、少々お待ちくださいって言ってから5時間も経っちゃってる。ま、いっか、別に今日返さなくても大丈夫やろし。こんな苗ちゃん見たことない。仕事のしすぎて心が壊れちゃってるよ。イム、飯食いに行くぞ。寿司だ寿司。僕が何とかしないと。偉いぜ。で、なんでスイーツ食べに来てるの。甘いもん食べたい気分だったから。尻滅裂すぎる。いつもの苗ちゃんどこ行っちゃったの。てか僕も食べていい。いいよ。いただきます。パクパク。おいしい。おいしいだろ仏。辛く苦しい現代社会を生き抜くためにはこういう甘さも必要なんだよ。あんためっちゃこぼしてますけど。まあ聞けよ仏っち。俺たちは普段リスナーさんはもちろん、多くのボイシング社員の方に支えられて生きている。俺たちはそんな人たちのために毎日頑張らなきゃいけない。そうだね、ちょっと口拭いていい。うわー、口拭い。イレイセ。てか、ナイちゃんダイエット中じゃなかったっけ。え、あ、うん、一応ダイエット中なのにこんなに食べていいの。え、そのだから食べちゃダメだよ。ダメだよ食べちゃ。そうやんな。食べちゃダメだよね、本当はね。あー、もうそんなに言うなら食べなよ。いただきます。こんなダメダメなナイちゃん初めて見た。明日からどうしよう。イレイスもボイシングももう終わりだ。ごちそうさまでした。じゃあ俺行ってきます。バイバイ。あ、ちょっとナイちゃん。イレイス。あれ、ナイちゃんからだ。なんだろう。6人合唱曲の収録の起業までです。音源の確認お願いします。入稿フォーマットを用意しました。各自100字以内の主催メンバー分一応確認しましたので色公開編。また仕事してるよこの人。第1回食欲の秋ぶりっ子大食い大会。出場者はこいつらだ。だからトンチで勝手に大会開くなバカだ。お前ら食えんのか。うわ、お前らクッキュンさせるのか。なんなんだお前らは。イレイス。おい、ないか、今回は絶対負けへんからな。いや前回とかなかったの。誰との思い出。僕はこの大会に向けて昨日の晩御飯抜いてきたんだぜ。足の張り方小学生かよ。じゃあ行くぜ。よーいスタート。ちょっと待って。よーいスタート。あーもうマグ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 。結構食べたけど翔ちゃんは全然食べてないよ。これは余裕で勝てそう。わー美味しそう。いただきます。え、ほっぺにクリームついてる。僕言ったらロジッコ。おっとバカウサギ選手開幕ぶりっ子だ。一皿目完食。え、俺は。はい、あーん、あげない。バカウサギ選手ぶりっ子のロケットスタート。二皿目完食。あの、俺七皿目なんですけど。ナイコはノーぶりっ子だからまだノーカウント。あー、そういうことか。イレイス、七皿の判定を背負ってしまったナイコ。しかしここから怒涛の巻き返しが。イエイ。えへへ、クッキープリプンプン。テイトイレットを繰り広げた両者、果たして結果は。
残り1分、バカウサギ99皿、ナイコも99皿、さあ決着は。やばい、お腹もいっぱいだし、ブリッコももうネタがない。でも、あと1皿。おーっと、ナイコ選手、手を伸ばした。ナイちゃん、マジ？このショートケーキ、君と半分。ということで、ナイコ選手ギブアップ、勝者はバカウサギ。やったということで、優勝した感想はいかがでしょうか。そうですね、まあ第2回ということで、今回はもうちゃんと勝つことができて嬉しい。おいしょ、お前だけ綺麗に終われると思ってんのか。お前はナイコ、何しに来やがった。勝負はもう、勝負はまだ終わっちゃいねえ。これを食い切れたら、お前の勝者と認めてやるよ。ホトケズクッキング。さあ、今日作っていくのは満点ホトケ印のデミグラスソースダンボールハンバーグラーメン麻婆豆腐です。ねえナイくん、ホトケッチって料理できるの？麻婆豆腐以外作ってるとこ見たことないし、下手そうだよね。さあ、今日作っていくのは満点ホトケ印のデミグラスソースダンボールハンバーグラーメン麻婆豆腐です。なんか同じこと言ってるし、今日はどうしても料理作りたい気分なんやなこいつ。いいレイス。早速作っていくんだけど、リュウちゃん、今日使うハンバーグの食材を紹介してください。結局ハンバーグなのか。玉ねぎ、牛乳、パン粉、塩コショウとメインのお肉、ひき肉。ひき肉です。イソギンチャンクです。体が勝手に。お前もノリノリじゃねえか。はい、じゃあまずは玉ねぎをみじん切りにして炒めていきます。本人が冷めてるの何なんだよ。情緒大丈夫か。この玉ねぎをボウルに入れ、ひき肉とパン粉、牛乳、塩コショウと混ぜていきます。じゃあリュウちゃんにこね混ぜてもらおうかな。まあこれくらいなら。よいしょっと。はい、できたよ。それじゃあこれを丸めて空気を抜いていくんだけど、はい、これキャッチャーミット。リレイス。本気で美味しいハンバーグ食べたいなら本気で空気抜かんかい。行くぞー。あ、来い。ほっとけ。うわー。りゃー。ナイスミート。うわー。右肩がー。ほっとけっち。その肩治ったんじゃねえのかよ。ごめん。一緒に甲子園に行く約束叶いそうにないよ。アホトケ。まあこんな感じで空気を抜いていきます。人んちのキッチンで何やっとんじゃイレイス。ホトケ、返事してくれ。ホトケ、今度は何。リュウちゃん、ごめん、僕はもうダメみたいだ。そんなこと言うなよ。最高にうまいハンバーグ作るんだろ。そうだね。じゃあリュウちゃん、最後はこのケチャップをハンバーグにかけてほしい。デミグラスちゃうんかい。そんな、だってそれは仏の。お前がやるんだよ、僕の分まで。わかった、仏の分まで俺やるよ。召し上がれ。こんなん食えるかー。もういくつ寝るとお年越し。いや、庶民。お正月やろ。何や、お年越しって。年越しそば食べる人。はーい。お正月も楽しみだけど、大晦日のこの感じもいいよね。せやな。この静かに時間が流れる感じ。あと仕事が休みな感じ。最高すぎ。さすがにさすがの内子社長も、さすがにお休みだな。社長アピールすごいな。そういえば年越しといえばあれやれへんかった？カウントダウンの 3,2,1 で飛んで、年越しの瞬間は地球にいませんでしたみたいな。あー、小さい頃そんなのやったな。タイミング合わせてみんなで飛ぶやつだよね。ホトケッチもやんなかった？あ、やった。な、何それ。 3,2,1 で飛んで、年越しの瞬間は地球にいませんでした。つまりこういうこと？今日は12月31日、あと数分で新しい年になりや。みんな、今年もありがとう。みんなのおかげで最高の一年だった。来年もイレイスをよろしくな。ほな、行こうか。ちょっと待ってよ、僕は置いてかないで。まもなく当ロケットが発射いたします。悪いナイム、このロケット二人乗り用なんだ。そんな。ってわけで行くぜ、みんな。年越しする準備できてんだろうな。
カウントダウンだ。3、2、1、ハッピーニューイヤー。今年も年越しの瞬間は地球にいませんでしたみたいな。もはや恒例行事だよな。な、仏。怖。この二人毎年お金かけてこんなことやってんの。一人タイミング遅れて地球に残されるやつなんかもいたりしてな。え、それってハッピーニューイヤー。ないちゃん、イフくん。これでいい。全人類が第二の地球へ飛び立ちました。今から30秒後に巨大隕石が地球に衝突し、地球は終わります。そんな待って、まだ僕がいるよ。ねえ、誰か助けてー。毎年こんなことしてんの、この二人。人として疑う。久しぶりにやってみっか。地球にいませんでしたのやつ。ちょっと待って、今年はしない方がいいんじゃないかな。え、なんで。せっかく三人でやろうや。三人じゃあ僕取り残されないってこと。よかったよ。あ、何言ってんのお前。ってくっつくな。よくわかんないけど一旦落ち着きな。もうすぐ年越したから。